読売ジャイアンツの応援団とは、プロ野球読売ジャイアンツを応援する応援団のことである。東京読売巨人軍応援団は、1975年に大阪1978年東京に創立された施設応援団である。以前は、北海道、東京、名古屋、大阪、広島に系列団体があったが2021年現在で、東京、大阪、 北海道、グラブの4団体が存在する。応援時に白文字の YG ロゴ入りの赤いポロシャツを着ていたため、通称赤組と呼ばれている。後楽園球場時代では、団員は全員、YG ロゴ入りのオレンジの帽子をかぶっていた。2004年より、宗教地区での活動を自粛していたが、出入り禁止ではない。東京読売巨人軍応援団という名は、厳密には、 東京の応援団の団名であり、他の系列応援団の団名は、東京読売巨人軍応援団の団名の後に、団体が存在する地名が入る。東京読売巨人軍応援団大阪は1975年に、初代応援団長、福田光一の呼びかけで結成された。ジャイアンツのファンたる者、選手同様、紳士であれをモットーに応援活動を行っているため、 他球団を下げすむような応援ややじなどの行為は一切行われていない。このため他球団へ移籍した選手に対してもブーイングは行わずにエールが送られている。メガホンを使わず声と手拍子だけで応援しようと呼びかけており外野席では手拍子で応援するファンも多くなっている。また指笛を使用した応援も盛んであるグランド内へ物の投げ入れを 選手の聖地であるグラウンドへ物を投げるのを止めようと呼びかけている。応援歌は選手の名前と書けたものがいくつかある。数年前から応援歌の著作権が問題になっていたため、2008年からニ岡智と安倍晋之助は応援歌を変更、清水高行、高橋義信は歌詞のみを変更した。2010年のシーズンにおいては、 このシーズン中に亡くなった当時コーチの木村拓也の応援歌を1から9の際に原辰則監督の応援歌の後に歌っていた。原辰則、木村、岡崎薫、篠塚和則の応援歌の後半部分では振り付けが付けられている。後楽園球場時代、一部の女性団員はスカートを履いて、チアリーダーの応援をしていた。木村が亡くなった。 当日の2010年4月7日から8日の阪神戦や4月9日の11日の中日戦などでは、球団機による反旗や応援歌などの追悼が行われた。ただし、ビジターの試合では順番が入れ替わったり、代わりに原辰則監督の応援歌が流れたり、2010年には木村拓也元コーチの応援歌が演奏されることもあった。 2009年7月7日から9日では、全選手に対して、伝説の初代応援歌、トーコンマーチを使用した。2010年の、グレートセントラル、オールドユニフォームシリーズ2010では8月24日と26日は2009年と、同じ方法で行われたが25日では、1980年代の応援歌を使用した。軍やオープン戦での試合では、 選手別応援歌がない選手に対しては、オールド応援歌が使用されている。北海道の応援団は、他の系列応援団が使用する、チャンステーマ以外にも、スパルタン X を、チャンステーマに使用している。名古屋ドームでの坂本隼人に対しての応援では、坂本コールではなく、隼人コールとなっていた。2010年の開幕3連戦では、 応援幕応援ボード祭と称した応援を行った。選手別応援機白地に黒で一戦必勝、原点から頂点再び、おめでとう、維新頂点つかめ、などがある。選手別横断幕2003年から東京ドームにて行われている巨人主催の試合やイベントにおいてジャイアンツの応援活動を行っている。 唯一の施設応援団であったが2010年12月27日、東京の男性団員1名がチケットの不正転売を行い、その責任を取って東京の応援団は自主解散したと発表された。また他の東京団員20名も1年間の応援自粛を決めた。それに伴い2011年より新たな施設応援団の読売ジャイアンツ応援団が 発足したが、大阪と北海道の応援団はユニフォームを、読売ジャイアンツ応援団に準じたものに変更した、他は、例年通り活動している。ただし東京読売巨人軍応援団大阪は2012年から、読売ジャイアンツ大阪応援団に解消し、読売ジャイアンツ応援団の系列になるために、東京読売巨人軍応援団は、東京読売巨人軍応援団北海道のみと、 なるので事実上、北海道の応援団となる。読売ジャイアンツ応援団は2011年に創立された施設応援団である。読売巨人軍応援団グラブとは、広島と九州に団体がある施設応援団である。岡山の応援団は現在、活動を行っていない。三重巨匠会とは、かつて、三重県に本部を置き、中京地区を拠点としていた。 読売ジャイアンツの施設応援団である。G フリークスとは2002年まで活動していた読売ジャイアンツのもとプロ野球施設応援団である。東京ドームにて行われていた巨人主催の試合やイベントにおいて2002年までジャイアンツの応援活動を行っていた施設応援団である。元々の団体名は関東京巨熱一家であったが後に G フリークスと 名称変更した。応援時にロゴ入りの黒い T シャツを着ていたため、通称黒組と呼ばれていた。2002年まで東京ドームに入場していた応援団の中でも、どの応援を行うかを先導を切って仕切っていた応援団の中でも最も発言権のあった団体であった。刑事事件の発生と活動禁止重心サンダー、ライガーの右側、コーナーに載せられた。 田口隆介の尻の上に見えるのが、魂込めて、横断幕2002年、施設応援団外野自由席席取り事件を引き起こす。この事件は、東京ドームで行われる、巨人主催試合の外野席は、10列目より前方を、外野指定席、11列目より後方が自由席となっていたにもかかわらず、暴力団員からの依頼で東応援団の、応援団員が、 球場の警備員と組んで40人分もの席取りを行い、常習処売や行為の疑いで逮捕されるという事件であった。試合によっては自由席のほとんどを占拠することもたびたびあった。この不祥事に対し、毎日新聞によれば、読売新聞東京本社広報部は一部応援団が大量に座席取りし、転売しているのが確認されたので主催者として、 告発しました。違法グループの横行を許したことをファンの皆さんにお詫びします。今シーズンからは外野席を全席指定とし、再発防止に万全を期すとコメントした。この事件を受けて東京ドームにおいては東京読売巨人軍応援団の系列団体及び 読売巨人軍応援団グラブ後に設立された読売ジャイアンツ応援団のみ応援活動を許可されることとなり当応援団は巨人主催試合に対して球場内への出入りを禁止されたため現在は活動を行っていないまた東京ドーム巨人戦は2002年まで自由席が設定されていたが2003年以降は指定席のみが設定されるようになった なお、中心メンバーの一部は、応援の舞台をサッカーに移し、日本代表や、横浜 F マリノス、さらには、運営会社からの依頼を受け、新日本プロレスの、応援にも参加している。現在、新日本プロレスの試合会場には、マリノスの応援、ちゃんとから引用された、魂込めてや、チバロッテマリーンズで掲出された、横断幕からの引用である。 俺たちがついてるぜの文言の書かれた横断幕が掲出されている。名古屋連合会とは、かつて、中共地区を拠点としていた応援団連合であるが、暴力団関与などにより、2004年3月に暴力団排除対策委員会が球場への立ち入り禁止を通告し、現在に至っている。前述のように、三重や愛知に本部を置いていた、名古屋を中心に活動していた。 巨人応援団が事件や入場禁止などの処分を受けたために減損していた東京読売巨人軍応援団とグラブは活動を自粛し2004年以降の中日主催試合では東京ボーイズなどの有志がメガホンや指笛などで応援をまとめ2010年のクライマックスシリーズファイナルステージが名古屋ドームで行われた際は試合の重要さを鑑みて 特例として、東京読売巨人軍応援団による応援活動が行われた。翌年の2011年では、松田オールスターゲームのみ活動を行った。2012年4月17日からは、応援が再開されることとなった。しかし新たに、中部地区に応援団ができるわけではなく、東京、大阪、北海道が力を合わせて活動するとしている。これにより、 平成24年度以降は、読売ジャイアンツ応援団、読売ジャイアンツ大阪応援団、読売ジャイアンツ応援団北海道、読売巨人軍応援団グラブによって、応援活動が先導される。ありがとうございます。